皆さん、こんにちは。聖書のマネちゃんは、礼拝を始めいたしましょう。始めました。まず一曲目からいきますけども、その前にちょっと簡単にお祈りをします。天の父なる神様、今日も私たちを導いてください。イエス様皆にとお祈りいたします。アーメン。はい、それではですね、一曲目、心に感謝を持ちながら、He has made me glad という歌です。だっちゃ。2曲目いきましょう。2曲目はですね、あなたの御言葉、Thy Word という歌です。はい、
はい、3曲目ですけども、次の歌はですね、罪咎を許され、まあ有名な歌ですね、The Blessed Assurance っていう歌です。歌いましょう。次の曲はですね、Come Now is a Time、今主をあがめという、歌です。原曲歌いましょう。ありのままで主に
今からですね、アナウンスメントの時間なんですけども、まあ、大きなアナウンスメントというのはあまりないんですけど、私たちの教会ではね、来週、まあ、10月の18日、世界食料品デーのイベントを、したいと思っています。それからですね、もう一つ、アナウンスというのは、12月の25日、クリスマスの日なんですけど、私たちの教会ではですね、何かの、クリスマスイベントをしようという話になってます。まあ、それぐらいですかね。それではですね、ちょっと簡単にお祈りをします。天のや地上の神様、どうか一人一人の上にあなたが祝福をし与えてくださいますように。また世界の中では、飢餓で苦しんでる、人たちがたくさんいます。どうかその人の上にあなたが、あなたの御手があり、守りがあり、そしてこの飢餓の問題が一日も早く解決できますように。また、私たちの、クリスマスのイベントがうまくいきますように、どうかあなたが導いてください。イエス様にお願いします。アーメン。はい、それではですね、もう一曲、いきたいと思います。次の曲はですね、なんて麗しい、What a Beautiful Name っていう歌です。歌いましょう。それではですね、神様の御言葉を学んでいきたいと思います。その前に、簡単にお祈りをします。
天におられる父なる神様、今日もあなたの御言葉を、学ばせていただきます。どうか私たちに語ってください。イエス様にお願いします。アーメン。はい、ですね、今まで、先週までっていうかな、長い間イエス・キリストの足跡という、プロジェクトというか、内容でですね、イエス・キリストのイエスさんのですね、ミニストリーを、時系列に追いかけてきたんですね。そのプロジェクトが先週終わりました。なんとですね、調べてみたら3年と1ヶ月、やってたんですね。非常に長い間やってましたけど、それでですね、今日からは全く新しい、内容になります。長い間、新約聖書を中心に見てきたんで、ちょっとバランスを取る意味でね、今日からはですね、旧約聖書にの話をしたいなと思ってるんですね。で、旧約で何の話しようかなと思ったんですけど、創世記はね、結構皆さん、知ってはるかもしれないんで、その次のですね、シュチュエジプト記、ちょっと発音マークとできへん、なんでか、シャッシュショ、シュチュエジプト記の、エクスディスを、学んでいきたいと思います。それでね、このなんでこのシュチュエジプト記にしたかというと、一つにはですね、この箇所ってのはものすごくこう聖書を学ぶ上で、重要な箇所だと思うんですね。当然ですね、実は創世記があって、その次の出エジプト記の内容はわかるんですけども、創世記とい、一つになってるかな、創世記が、創世記も出エジプト記も、歴史的な、部分なんですけども、創世記が、歴史の前半で言えば、出エジプト記がですね、後半っていうか、引き続き、その、イスラエルがどうなったのか、いうことが書いてあるんですね。で、特に、創世記ではね、まだ、その、アブラハム、それからイサク、ヤコブの、家族の話が中心なんですよ。まだ民族としてのイスラエルは、基本的には存在していない。創世記まではですね、いわゆる家族としての、ヤコブの家族、12の子供たちが生まれたって、そういった、内容なんですけど、出エジプト記からは、イスラエル民族の話なんですね。つまり、この場所で神様が、イスラエルとどう関わったのか、神様についてその学ぶ非常にキーポイント、神がですね、その神様の思いや、そしてそのどのようにイスラエルを救うか、出エジプト記のもう基本的なメインテーマはやっぱり救いっていうことやと思うんですね。イスラエル民族を救う。で、そういったその神様の思いが非常によく分かるとこだと思います。まず歴史の書であると同時に、神の思い、神様の気持ち、また神様がどういうお方であるかというのを非常にイスラエル民族を通して私たちに教えてくれる非常に重要な箇所だと思うんで、今日ここを学びました。それではですね、出エジプト記の出エジプト記の一章、一節から、見ていきたいと思います。聖書をお持ちでしたら開けてください。それでは一緒に読んでいきましょう。さて、ヤコブと共にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトに来たイスラエルの息子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ベニヤミン、ダン、ナフタリ、ガド、アシュル。ここでね、なんとこのヤコブの家族が、エジプトに来たと。で、これは創世記を知ってるとよくご存知だとは思うんですけども、ヤコブには12人の息子が生まれるんですね。で、そのうち、ヨセフっていう、息子だけはですね、すでにエジプトに行ってて、そしてエジプトでとっても、大成功している。ところが、そのヤコブの家族たちは、自分たちがいた土地でですね、非常にその、英語ではフェメン、つまり、危機が訪れるんですね。その食物、食べ物が食べれなくなる。それで大飢饉が訪れたんで、彼らはですね、エジプトに、ヨセフがいるエジプトに移動してくると。ここでいろんな息子たちの名前が載ってますけど、これやがて、民族の名前に変わるんですけども、ここは11人の名前が載ってますね。で、ヨセフはもうすでにエジプトにいるから、ここで、ヨセフの名前はここに載ってないっていうだけで、そういうことでね、イスラエル民族が、民族っていうか、またここでは家族ですね、ヤコブの家族が、
エジプトに来たんだというところから、まあ、実は、出エジプト記が始まります。まあ、当然これで分かるように、創世記と、まあ、くっついてるいうかな、創世記の話がその後どうなったのか、このヤコブの家族がどうなったのかっていうことについてですね、出エジプト記で教えてくれてるんですね。それではですね、その次をちょっと読んでみたいと思います。4節から、5節から、ごめんなさい、5節。ヤコブの腰から、生まれ出た者の総数は70名であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。それからヨセフもその兄弟たちも、またその時代の人々も皆死んだ。なんとですね、聖書はもうこの部分で、まず最初にヤコブの家族、12人の息子たちや、それからまあ、奥さんや、当然子供や孫や、そういったその人たち全員入れたら、まあ、70人いたと。ほんで、まあ、ヨセフはね、もうすでにエジプトにいたわけですけど、ただここで、この時代の人たち、つまりヤコブの時代、あるいはまあ、ヨセフの時代っていうかな、この時代の人たちはもうすでにみんな死んだと、もうそのジェネレーションが終わったんだという、記述なんですね。だから、まあ、言い方変えれば、創世記は、本当に創世記の終わりは、まあ、ここまでと、まあ、時代的な背景で言えば、一番キリがいいのはですね、このすべてのあのジェネレーション、創世記で書かれていた、ヤコブの家族のまあ、物語っていうかな、は、まあ、この人たちはまあ、みんな死んで、ここで一応一区切りっていうか終わったんだと、いうことなんですね。で、この次がですね、いよいよ出エジプト記のまあ、基本となるところなんですけど、なんと、イスラエル人っていうのかな、ヤコブのこの70人は、やがてエジプトにですね、約ですけど、400年近くいるわけですよ。で、400年ちょっといて、で、その間になんとですね、この70人が、約200万人。学者さんによっては300万人。それぐらいの人口に増えとんですね。まあ、バクッと200万人以上の人口に増えてるという、もうすごい、もうそうなってくるとですね、200万人やと、まあ、あの当時の人口から考えると、もうまあ、当然家族じゃない、一つの民族に、やがてですね、イスラエル民族にこの人たちが、まあ、なると、いうことなんですよ。ヤコブ、名前はイスラエルに変わってますから、イスラエル民族、つまりヤコブの民族、がですね、200万人になる。これ400年後、そうなってるんですね。で、今日はですね、その後、400年経ってどうなったのか、今度7節から、7節と6節の間は400年というすごい長い、期間が空いてるわけですけど、その後どうなったのかちょっと見ていきたいと思います。では7節から読んでいます。イスラエルの子らは多くの子を産んで群れ広がり、増えて非常に強くなった。こうしてその地は彼らで満ちた。やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。この7節で書いてあるように、イスラエル人はですね、ものすごく増えたと。で、まあ、200万人以上になってるわけですけど、まあ、でもね、これはね、まあ、確かに、まあ、400年もありますから、70人が200万になるのは、これ考えられることやと思うんですね。まあ、どちらにせよ、そんだけ大きな、まあ、民族になったんですけども、そこでですね、ここで書いてあるように、8節で書いてあるように、やがてヨセフのことを知らないエジプトの王が、まあ、現れたというか、起こった。これはね、一体誰やったのかということをちょっと説明しなくちゃいけないです。この、70人が、ヤコブの家族たちが、エジプトに来てから400年間、その約400年って何があったのか、ちょっとエジプトの歴史を説明しないといけないと思うんですね。ちょっとそこをですね、次のちょっとスライドを見ていただいたら、わかりやすいか思うんですけども、紀元前、これ全部紀元前の数字ですけど、紀元前1876年の時にですね、多分、ヤコブの家族がエジプトに来たんだろうと、これ思われてます。で、この時の、エジプトの王様は、スヌサート3世。で、この人が多分ですね、ヨセフが仕えていた、王様や思うんですね。で、このスヌサート3世、まあ、この時はまあ、この期間かな、まあ、約200年間、は、まあ、普通にエジプトが支配し、そして、まあ、ヤコブのことも、多くの人が覚えてたと思うんですけど、なんとですね、紀元前、1670年、ヒクソスというグループ、まあ、ヒクソスという、まあ、人たちが、エジプトに侵入していくんですね。
で、これ、まあ、この間約200年間あるんですけど、200年後ですね、ヒクソスという人たちが来て、そして、なんと、まあ、北エジプト、まあ、エジプトは、ローアエジプト、アッパーエジプトっていう呼び方するんですけど、ローアエジプトを完璧に占領し、しかもですね、北エジプトにも、占領してくるんですね。ちょっとこの、もう一つ、こっちの方の、スライド見てもらったらわかると思うんですけど、このヒクソスってのは誰かっていうと、なんとこの、まあ、セム系の人たち、このアラビア半島の北側に住んでる人たちはセム系と呼ばれてる人たちで、まあ、いわゆるカナン人も含めて、この辺に住んでた一帯の人、どうもヒクソスと呼んでたみたいですね。で、このヒクソス、まあ、外国人ってね、感じの意味なんですけども、この外国の人たちが、なんとエジプトに来て、そしてそのエジプトの、このローアエジプトを、紀元前1670年に占領してしまう。しかもアッパーエジプトにも攻めてきて、このアッパーエジプトとも激しい戦争がずっと続くんですね。ほんで、やがてですね、この、ヒクソスを、それから100年後、100年間ヒクソスとの非常にすごい激しい戦争が、特にアッパーエジプトではあったんですけど、そっからですね、紀元前1570年、アモシスっていう人が、なんとヒクソスを追い出すんですね。で、ここでそのアモシスが、1570年に、あ、紀元前1570年に、第18王朝を、統治します。だからこのアモシスはそのアッパーエジプトの王様で、アッパーエジプトがやがてですね、ローアエジプトを、北エジプトをですね、まあ、占領して、統一して、再び統一してエジプトを、そしてそのヒクソスっていう人たちを追い出してしまう。まあ、こういった、ことがあるんですね。で、このアモシス、いわゆる18王朝の下で、イスラエル人は約また100年間いて、合計400年間いることになります。まあね、このアモシスが来てからどうなったのかというのは、ちょっと簡単、もうちょっと詳しく、18王朝になってからどうなったのかというと、紀元前、1570年、アモシスが、統一するんですけど、エジプト。その次ですね、アメンテホープ1世っていう人がいるんですね。で、モーセが生まれたのが、まあ、大体紀元前1525年やろと思われてます。ですから、今ですね、その、ヨセフを知らない王様が起こったという、その、この記述ですね、この、出エジプト期で、まあ、今、ここで言うてるファロー、まあ、ここで言うと王様は、このアメンテホプ1世やと思うんですね。アメンテホプ1世が、まあ、イスラエルにどうしたか。で、この、18王朝っていうのは、まずか、あ、一つ知っとかなくちゃいけないのは、非常に、まあ、ミリタリスティックっていうかな、非常に軍隊で、まあ、統一する。そもそもヒクソスとすごい激しい戦争をやってましたから、そしてそのヒクソスを追い出すぐらい強い軍隊を持ってて、そしてやっとの思いでエジプト人たちはですね、自分たちのエジプトをまた取り戻すことができたんですね。その外国人なりヒクソスを追い出すと。ただ問題はですね、このヒクソスっていうのはセム系の人たちで、で、その、ユダヤ人、エジプト人から見たら、イスラエル人も同じセム系なんですね。つまり、なんと、ローアエジプト、いわゆる北エジプトを、また取り戻すんですけども、そこに200万人のですね、すごい、数の、まあ、セム系の人間が住んでると。で、このイスラエルの人たちに、お前らヒクソスやろ言うたら、いや、私らヒクソスちゃいまちゅうて、私らはただなんか、昔、私たちのそのご先祖さんが、ヒクソスのいた土地から、そのエジプトに移ってきたけど、私らヒクソスちゃいますってやっとですね。でも、エジプト人から見たら、果たしてイスラエル民族を信用できるのかどうか。なんと200万人もいますから、当時ね、エジプトの全体の人口が、多分約700万人やと分かったんです。この700万という数字は、ローマ時代に、人口が700万やで記述読んで、まあ、そんなに変わらへんかったよということで、そうするとですね、もし700万人のうち200万人がイスラエル人やったら、まあ、人口の3分の1以上、下手したらね、半分近く、もうとにかくすごい数の、イスラエル人、まあ、外国人がおると。こういう印象なんですね。これをね、もし、まあ、日本人の人に分かりやすく説明しようと思ったら、別にこれ、実際に日本で起こった歴史じゃないですけど、あくまでも分かりやすく説明するために説明すると、例えば日本という国が長い間あったけども、まあ、ある時100年間外国に占領されたと。例えば、なんか中国かどっかに占領
されたと。これ、こんな歴史はないですよ。ないけど、わかりやすくするために。例えで言うと、ところで、やっとの思いで、日本の、残ってた人たちが、軍隊を強くして、外国人、まあ、この場合、中国人を追い出したんやと。ところが、追い出した後に、もう大量の、まあ、中国系の人がいてると。で、彼らは、私たちはその、メインランドの中国とは関係ないとおっしゃってるんやけども、果たしてこの人たちを信用できるのかなって、文化的には、この人たちは、まあ、その外国の文化を持ってる。エジプトから見たらそういう状況だったんですね。エジプトから見たら、やっとの思いですごい軍隊使って、そのヒクソスを追い出したんですけども、そこに同じセム系の、まあ、イスラエル人が200万人も、まあ、住んでると。つまり、このイスラエルをどうするかっていうのは、そのエジプトにとってはものすごく、大きな問題なんですね。まあ、それで、それを頭にちょっと入れておいてもらって、ちょっと次の箇所を読んでみたいと思います。9節から読んでいます。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に、敵側について我々と戦い、この地から出ていくことがないように、エジプトの王様は、まあ、ファラオはですね、まあ、200万人という自分たちの人口の、まあ、3分の1以上、すごい、まあ、民族に育てているイスラエル民族っていうか、イスラエル人がいとるわけですね。で、彼らをどうしようかっていうことなんですけども、一番やっぱ恐れてたのは、彼らがですね、エジプトから、まあ、まあ、彼らがいわゆるヒクソスの方についてしまう。もともと同じセム系ですし、それからエジプト、イスラエル民族たちはどうやらですね、ヒクソスがエジプトを占領していた100年間は、まあ、ヒクソスとは同じ文化を持ってるんで、それほど、まあ、喧嘩してない。まあ、仲が良かった言い方いいのかな。だから、その、エジプト人から見たら、イスラエル人は非常に怪しい存在なんですよ。で、彼らは、もし、いざ本当に戦争がヒクソスとまた起こった時に、こいつら、言うかな、この200万人ものエジプト、イスラエル人が、ヒクソスの方につくんちゃうかと。そうしたら偉いことやし、それ第一ですね、この200万人がエジプトから、まあ、出て行って、ヒクソスの方に行ってしもたら、残ってるエジプトの人口ではとてもその200万プラスヒクソスの大軍隊に勝てないですね。だからそのエジプト人から見たらそのイスラエル人をイスラエルからイスラエル人をそのヒクソスの土地、いわゆるそのカナンの土地ですね、あちらの方に逃がさないようにしないと、彼らがエジプトを裏切ってヒクソスの方についてしまうと、当然ですね、もう巨大なヒクソスがあっという間に巨大な軍隊を持つことができる。で、イスラエル人も含めてエジプトに攻め込んできたら、もうエジプトはとても彼らを止める力がない。だからエジプトにとっては死活問題なんですね。彼らを絶対にエジプトから出したらあかん。そして、もう一つその王様考えたのは、こいつらをものすごくこう、まあ、こき使うというかな、彼らを貧乏にして、貧しくして、そして、重労働させて、疲れさせて、そして、まあ、自然消滅してくれたら一番いいわけなんですよ。そのエジプトから見たら、このユダヤ民族はまず、ヒクソスのこともあるんで、ちょっと憎いし、それにもあってですね、彼らを、まあ、非常に、まあ、賢く取り扱わないといけない。賢く取り扱わないと、我々エジプト民族が、いよいよ、まあ、消滅してしまう。そんな状況だったんですね。で、どんなことしたか、11節から見ていきます。そこで彼らを重い労役で苦しめようと、彼らの上にエキムの監督を任命した。また、ファラオのために倉庫の町、ピトムとラムセツを建てた。しかし、苦しめば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになった。この時、エジプトのファロ、18王朝のですね、アメンテフォブ1世、彼がやったのは、結局、イスラエル民族を、まあ、労働というかな、非常に激しい仕事をさして、まあ、まあ、疲れさすというか、いわゆる貧しくして、貧乏にして、そしてですね、まあ、苦しめて苦しめれば、だんだん人口減っていってくれるんちゃうかなと、いわゆる、まあ、消滅してくれることを、求めてますね。で、その非常にこの、まあ、当然差別をして彼らに対して。それで、やった。しかもここでですね、イスラエル民族をどう扱うか特別大臣みたいな、監督をですね、任命して、エジプトにとってはイスラエル問題というのはものすごい巨大な問題で、
もう大臣、もう任命するぐらいですね、な状態だったんですね。で、彼らをまず、労役やとか、そういったその下の方に置いてですね、まあ、自然消滅させたいと、いうようなことを思ってた。でもここで、12節ではっきり書いているように、エジプト人たちはイスラエル民族に対して非常に恐怖、恐れ、憎しみを持ってたんですね。まあ、そういう状況だったみたいです。この後どうなったのか、13節見てみたいと思います。それでエジプト人はイスラエルの子らに過酷な労働を課し、漆喰やレンガ作りの激しい労働や畑のあらゆる労働など、彼らに課す過酷な全ての労働で彼らの生活を苦しいものにした。そういうことでね、エジプト人が考えたのは、この200万人もいるイスラエル人たちを、まあ、ほぼ奴隷のように扱って、そして彼らをどんどん貧しくしようと、そしてその生活を苦しくしようと。で、彼らがまあ、当然貧乏になって苦しくなって、そしてもう重労働させて、エジプト人がやりたくないような仕事を全部彼らにさせて、で、彼らの、まあ、人口が減っていくいうかな、まあ、弱められれば弱め、いじめられればいじめられるほど人口減るやろうぐらいの思ってたんですね。そのうち、まあ、なくなるんちゃうかぐらい。ところがですね、聖書では彼ら全く正反対に、いじめればいじめるほど、彼らの人口がどんどん増えていくという、まあ、困った現象が起こる。で、このファローはですね、そうやって彼らを非常にこの圧迫する、まあ、迫害する、のが一つなんですけど、もう一つ手を打ったんです。そのもう一つのやり方っていうのは、15節から出てきます。15節こんなこと書いてあるんですね。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに命じた。一人の名はシラフ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女の出産を助けるとき、産み台の上を見て、もし男の子なら殺さなければならない。女の子なら生かしておけ。なんとエジプトの王様は、いわゆるそのイスラエル民族のですね、まあ、人口を減らしたい。で、男の子をもう抹殺しようと考えたんですね。男の子は戦争に、まあ、やがて大人になってですね、戦争に参加する可能性あるし、まあ、女の子はかめへんやろってな感じやったみたいですね。で、何を考えたか言ったら、その助産婦たち。まあ、助産婦の林が、ね、日本で産婆さん、赤ちゃんが生まれた時に助ける人たち。で、この女性、まあ、ここで名前が2人出てくるんですけども、この2人はですね、多分、エジプトの中で、その助産婦さんたち、たくさんいる助産婦さんたちの、まあ、代表みたいな、まあ、助産婦組合の委員長みたいな、そういう立場の人やと思うんですけど、しかもですね、ここで面白いことに、この2人の助産婦は名前が出てくるんですね、ちゃんと。シラフっていう人と、プアっていう人。聖書に名前が出てくるのはすごいことですよ。名前が記録されるのは聖書ですもんね。ここでね、このファロー、エジプトの王様の名前は聖書に書かれてないよね。いろんな学者が調べて、これアメンテフ一世に違いないやろと思ってるわけですけど、調べないとわからない。聖書は、何千年っていう、歴史の中でずっとか、多くの人が読んで、その聖書に、なんと自分の名前が載るって、これすごいことは思いません。もし私の名前聖書に載っとったらめっちゃ嬉しいけどな。うりょっともう、それほどすごい名誉なことないと私は思うんですけど、なんとですね、この2人の助産婦さんたちは名前がちゃんと載ってる。それぐらいですね、まあ、神の目から見たら、この人たちをとっても大切に扱ってくれてるということだと思うんですね。で、この助産婦さんたちは、何を命令されたか言うたら、そのファロにですね、男の子を殺してまいんですよ。で、これ、もしこの2人が、この助産婦さんたちが、この命令に反したら、まあ、当然ですね、彼女たち殺されてしまう。まあ、死刑になりますね。だから彼女たちを、まあ、絶対ファロの命令は聞かないと殺されて死刑になってしまうし、まあ、どうしたもんかなということなんですけど、ほんで、このイスラエルの人たちの家に行って、まあ、みんなね、赤ちゃんが生まれて喜んでるとこに、あ、男の子生まれた、やった、こそっと殺して、それで、まあ、家族の人、ああ、男の子生まれたのに、死産やった、いうことにしようと。でも、そんなん絶対バレてまうやろし、まあ、もう、この助産婦さんたちにとってはですね、もう絶体絶命のこう命令なんですね。どうしたらいいのか。この後どうなったのか、ちょっと見てみたいと思います。はい、17節。しかし、助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはしないで、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王は、この助産婦たちを呼んでいった。なぜ
このようなことをして男の子を生かしておいたのか。まあ、助産婦たちは、神を恐れてたと書いてますね。神を恐れて、彼女たちはですね、なんとエジプトの王様の、命令を無視する。まあ、彼女たち、当然殺されるのを覚悟でやってですね、死刑になる。で、当然これ、あっという間にエジプトの王は多分見っけたぐらいですね。まあ、多分噂が行ったのか、誰かが密告したのか。で、エジプトの王のところに、この二人の、助産婦さんたちは、まあ、連れてこられて、お前ら何やったんや、男の子を殺してないのか、俺の言うた命令待ってるんだっかって言われて、まあ、ここ絶対絶命ですよ。まあ、もう、お前たちを死刑にする。何やったんやと責められとんですね。このさて、二人の助産婦さん、どう答えたか。どう答えたんでしょう。ちょっと次を読みたいと思います。19節。助産婦たちはファラオに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違います。彼女たちは元気で、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちに良くしてくださった。そのため、この民は増えて非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れていたので、神は彼女たちの家を、栄えさせた。ここで、まあ、わかるのは、なんとこの助産婦たちが言ったのは、いやいや、王様、それが、ヘブル人の女、ものすごく元気で、エジプトのお姉さんたちは産むときも、とか騒いだりやーとか言いながら結構時間かけて赤ちゃんを産んで、もう大変なんですけど、ヘブル人の女はもうプクン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 って赤ちゃんものすごい元気で産んでしまうんですよ。だから私たちが行こう思ったら、行っても着いたらもう赤ちゃん生まれてましたって助産婦さんが答えるんですね。で、ここで再び聖書はこの助産婦さんたちは神を恐れてた。で、まずは神様がこの人たちに良くしてくれたということで、なんとこの助産婦さんたちはこの死刑を免れたみたいで、そしてしかもですね、その彼女たちの家や家族もものすごく栄えたと。なんと彼女たちは、その男の子イスラエル人を殺さなかったことによって、彼女たちのまあ家族いうかな、子供たちもたくさん増えたということだと思うんですね。まあどちらにせよね、ここでちょっと気になることが一つあるんですけど、それはですね、この助産婦さんたち、まあ、神を恐れていた。で、ファローの命令聞かなかった。まあ、ここまではわかるんですよ。その、王様よりも神様を恐れていた。でも、この人たち、嘘ついたんちゃうの。嘘ついて、ファローの命令に、まあ、歯向いて。しかもファローがな、その王様に嘘言うても、神様を恐れてたら、まあそれでええんやろか。いや、でも聖書は他の箇所では嘘言うたらあかんのちゃうの、私たちクリスチャン。いやいやいや、ここの箇所から見たら、私らは嘘なんぼこいだって、それか神様のためになってるのでええんちゃういうようなことになれへん。嘘言うてもええんやろか。例えばですよ、誰かがあなたに、あなたがちょっとお金持ってると。んで、あなたはその自分のお金をですね、資産を、やがてキリスト教のなんか献金のために、教会にたくさん寄付してて、私のその財産の中からキリスト教をサポートしてるんや、いう人が、税務署が来て、税務署が、あんた、ちょっと財産なんかうまくごまかしてんちゃう、言うたら、いえいえいえ、むすみ、で、これ嘘八百言うて、あ、私はちゃんとキリスト教を守るために財産、税務署に嘘を言うたけど、あれで噛めへんかったいことになるんやろか。私は、日本国よりも神様を恐れてますから、ね。どうも、嘘を言うてもええんやろか。でも、この助産婦さんたちは、なんか嘘を言うたように見えへん。これはね、まあ、当然ちょっと悩むとこかもしれませんけど、一つ言えることは、この聖書の歌詞をゆっくり読んでみると、この助産婦さんたち、嘘を言うたとは聖書はどこにも書いてないですね。こっからは、ちょっと私の勝手な想像で申し訳ないんやけども、この東賢治さん説はですね、この助産婦さんたち、もしかしたら、その自分の他の、まあ、部下のたくさんいる助産婦さんたちに、あんたらちょっと、ゆっくり生き言うたっちゃうかもですね。おさまさん来てくれ言われて、はい、わかりました言うて、すぐにですね、行かずに、あるいはまあ、ロバかなんかに乗って、ラクダかなんかに乗らずに歩いて行きな感じで、ちょっとゆっくり行って、ほら、赤ちゃんちゅうのは、助産婦が来ようが来まいが、生まれるのは生まれちゃうんですね。その待ってるわけじゃないし、赤ちゃん生まれるタイミングなんてあったら、私たち人間があんたそう簡単にコントロール。まあ、赤ちゃん、
勝手に生まれるまして、あの昔のことやし。だから助産婦さんたち行ったの、行ったら、あ、ちょっと遅れまして、あ、今生まれたとこ、あ、よかったね、でこう赤ちゃん拭いてあげていうな感じのことがずっと続いたんちゃうかな。そしたらファロの命令を破ってはいないんですよ。でまた彼女ら言ったのは嘘じゃないし、でも男の子殺さんで済んどるわけですね。まあもしかしたらそれ一生懸命彼女たちは彼女たちで考えて、その知恵も含めて神さんものすごく彼女たちのことを嬉しかったんちゃうかな。まず彼女たちが神を恐れていて、そしてそのまあこういった行動をとって、でしかもそのまあ彼女たちの名前すら聖書はちゃんと記録してくれたんですね。で神さんもごつ大きな祝福を彼女たちに与えたと、まあこんな話なんですよ今日の話。まあね、今日の話全体通してちょっといくつか、まあちょっと分かることかもしれない。神様どんな方か分かる。まあちょっと一つちょっと、まず三つのことが少なくとも分かると思うんですけど、その初めの一つはですね、ちょっと質問があるのが、そのイスラエル民族が非常に苦しめられる、苦しい、思いをする。このイスラエル民族がいじめられて苦しい思いするのは、これは神様の御心よか、神様がやったんやろか。で、なんでこの質問するか言うと、私ちょっと聞いたんやけども、ちょうど日本で、ほら、東日本大震災、えらい津波で東北地方がバーッとこうやられた、あの時に、なんかヨーロッパの変なキリスト教のグループの人がどうもなんか日本に来て、そしてそのヨーロッパの人たちが日本のその東北の教会回って、あなたたちに地震が来てたくさんの日本人が津波で死んだのは、それはあなたたちが頑張って日本人をクリスチャンにせんかったからや。その神が日本人に怒りを感じたから、そんななったんや。神様があなたたちをその、まあ、殺したんや。その、震災でね。それは日本人が神に従わない、クリスチャンになってないからや、言うて、なんか言いふらして回っていったっていう話も聞いたことあるんですよ。で、日本の教会の人たちが、あんたら何言ってんねんと、聖書の本当の意味全然分かってない、言ったことで、なんか反論になったらしいんですけど、これみんなどう思う？今でもね、もしかしたらね、震災や地震やとか言っとったら、これは神様が日本人を罰してるんやとか、日本人がキリスト教を信じてないからやとか、言い出しかねないよね。聖書は、私は非常にここはっきりできると思うんですけど、聖書は私たちがこの地上で、いろんな苦しい思いしたり、それから死も含めて死んでしまったり、コロナウイルスにかかったり、コロナウイルスそのものも、すべてですね、この世の中が、呪われてるからですよ。この世の中が、罪によって死というものが入り、そしてこの罪によって汚れている、この世の中が汚れ、呪われ。だから、まあ、変な言い方だけど、悪い人がいっぱいおって、で、今回のこのイスラエルの件に関しても、そのファロっていう、そのエジプトの王様が、そのイスラエル民族を、恐れてるわけですね。人間のやる判断っていうのは結構恐怖から来る判断が多くて、このトップの王様はですね、そのイスラエル民族を恐れて、それでその、ウェーっとこう、いじめるいうかな、区域を課す。まあ、それで、だから結局、その呪われた地球にいて、呪われた人が、その、まあ、トップにいて、いわゆる、そういったような、まあ、今、悪魔に支配される中で、私たちは当然いじめられ、この気候も天変地も、神様はですね、完璧に世の中作られ、その素晴らしい完璧な世界の中で、我々人間が、まあ、生きるように、もともと、しかも死ぬことなく永遠に生きるように、もともと作られたんですけども、その、罪の結果、私たちはですね、この呪われた世界にいる私たちを救い出す、もうあまりにもそのことがかわいそうで、人間が死んでしまうこと、滅びてしまうこと、苦しんでることがかわいそうで、神様は救うための計画を、作られたよね。このエジプトから救うのも、イスラエル民族救うのも、このいじめられている、この呪われた、世界にいるエジプト人、イスラエル人を救う。神様は、から、そのことを考えたら、先ほど言った問題は、まず、この箇所を見てもわかるように、まあ、イスラエル人が苦しめられるのは何も神様が原因地よりも、呪われた世界におるからですよ。で、二つ目、ちょっと今度わかるのは、人の計画に対して神様の計画があるということだと思うんですね。人の計画というのはこのイスラエル、エジプトの王様のファロがいろんなことを計画して、このイスラエル民族をやっつけたろうと思ってるわけですけど、結局うまくいかない。人口どんどん増えて、つまり神の計画の方が、最終的にはうまくいくんだと。
いうこと。そして、3つ目の最後のポイントは、神様が、私たちにチョイスを与えることなのね。結局この助産婦さんたちも、それからファロもそうなんですけど、この助産婦さんたちが神様を恐れて、神様を恐れて、そして彼女たちは正しいことをしよう。神は愛の神様ですけど、同時に義なる神様、正しいお方なんです。当然神は正しいことをする人を、まあ、愛するか好きやし、正しい義なることが神の目から見たら正しいことなんです。でも、そうしたその助産婦さんたちにはチョイスがあったんですね。助産婦さんたちは自分たちが死刑になることを分かってても、まあ、ファロの命令を守るか、この場合は自分たちが殺されるという、自分たちの家族も多分殺されてしまうという恐怖心。その恐れと、それから神を恐れるこの恐れがどっちが勝つか言うたら、彼女たちの場合は神を恐れる方が勝った。つまり神を恐れて、ファローにも自分たちも殺され、家族も殺されたとしても、神の命令を守る。で、彼女たちは正しいことをしようと。赤ちゃんを、男の子を殺す、赤ちゃんを殺す、生まれてくる前に、あるいは生まれてくる時に殺すということは、果たして神の目から見て正しいのかどうか。彼女たちは神を恐れて正しい行動を取ったんですね。そのチョイスが、なんと、神様は私たちにいつもこの神を恐れるか、あるいは人を恐れるか、あるいは神以外のものを恐れるか、このチョイスをいつもくれてると思います。エジプトの王様にも、たくさんのイスラエル民族がいたのに対して、彼がもし本当に、彼はこのイスラエル民族をいじめることもできたけども、いじめない方法もあったわけですね。だからそのチョイスが与えられてるけど、私たちは間違った、チョイスを、神を恐れず、そして他のものを恐れることによって、間違った、まあ、行動を取ってしまう。これがですね、今回私、本当に学べる一つだと思います。最後にですね、申命記の、10の12から13を読んで、今日のメッセージを終わりたいと思います。申命記、神様の御心は一体何なのか見てみたいと思います。イスラエルよ、今、あなたの神、主があなたに求めておられることは何か。それは、ただあなたの神、主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くしてあなたの神、主に仕え、あなたの幸せのために、私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることである。このイスラエルに言われた言葉っていうのは、私たちクリスチャンにも、神様全然変わってませんから、神様永遠に同じ方で、永遠に同じ気持ち持ってはると思うんですね。神は私たちに、神を恐れ、そして正しい義なる道に歩むことを求めてはると思います。もしこのビデオを見ておられる方で、あなたが恐れてるのは神じゃなくて、人だったり、組織だったり、何か恐怖、あるいは人によってはですね、経済的に、ああ、明日食べていけるんかな、どうなのかな、ということを恐れてる人もいるやろうし、ある人は病気で、ああ、私の体がどんどん悪くなっていく、どうなるんかな、もう死んでしまうな、その死の恐怖、あるいはですね、人間関係の恐怖がいる方いるかもしれない。ああ、私は、仕事場、あるいは学校行ったらいじめられる。いじめられても、どうなる、もうあんな、いやいや、恐怖や、あるいは、離婚に直面してる人もいるかもしれません。もう、ああ、もうこの人間関係、私もう離婚になるか、離婚した方がええんか、もうほんまに、いろんな恐怖が周りにいっぱいあって、そして私たち、その恐怖の中に悩み、しかしそこで神はあなたにチョイスを与えたんですね。神を恐れ、そして正しい道に歩むかどうか、ぜひそのように生きていきたいと思います。それではですね、お祈りして終わります。天におられる父なる神様、今日のメッセージ教えてくださって感謝です。イエス様になってお祈りします。アーメン。それではですね、最後の歌、歌いたいと思います。十字架の地に、I hear the welcoming voice という歌です。歌いましょう。I hear thy word.
ありがとうございました。それではですね、祝祷を持って終わりたいと思います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。はい、以上でした。また来週。